それではここからはですね、政治連立一次方程式の説明に入りたいと思います。ちょっと早いですけれども、教科書では48ページですね、から始めます。まず政治連立一次方程式とは何かということなんですけれども、まず連立一次方程式なんですけれども、教科書の 2.8 式、48ページの 2.8 式にあるように、この右辺のベクトルですね、が0になっているような連立一次方程式、この形の連立一次方程式を政治連立一次方程式と呼びます。で、まず最初にこれからその政治連立一次方程式の性質をいくつか紹介していきますけれども、最初に紹介する性質としまして、この政治連立一次方程式は必ず解を持つという性質があります。先ほどですね、連立一次方程式の解法を紹介した際に、この場合には解がないですよっていうことを言いましたよね。政治連立一次方程式にはそういうことがありません。必ず解を持ちます。それはなぜか、まず1番目、 x イコール0ベクトルですね、0000っていうのはまずこの方程式の解なんですね。ですからその時点で解を持つということはまず分かります。でこの000っていう解のことを自明な解と呼びます。で、次の2番目なんですけれども、先ほどやりましたように、この方程式ですね、この方程式の拡大係数行列を行変形で簡約階段行列って直すのをやりましたよね。そうすると、もともとこの政治連立一次方程式の拡大係数行列の一番右側のベクトルというのは全部0なので、どんな行変形を繰り返してもここは0で動かないんですね。で、先ほどの定理を証明したときに、解がないときっていうのはこの一番右の列に階段が来るときは解がないですよって言ったんだけども、政治連立一次方程式からの拡大係数行列を簡約階段行列にしたときには、ここに階段は絶対来ないので、それで必ず解を持つということが言えます。これはちょっと図式したものなんですけれども、例えば先ほどの例で出てきた方程式を似た形のもので、政治連立一次方程式をちょっとのですね、作って拡大係数行列をこう簡約階段行列にこう直してみたんですが、例えば一つの例ではこれは R が N の例、すなわち階段の段数と係数行列の列数が等しい場合ですね。この場合にはこういう形でやっぱり右側が000になって、これは必ず解が存在すると。から右側のように、その R が N より小さい、すなわち階段の台数が係数行列の列数よりも小さい場合にも、こういう形でこう少し横長の段ができますけれども、でもやっぱり一番右側の列は全部0ですから、必ず解を持つということが言えます。はい、まずこれが1つ目の性質です。で、次の性質はですね、これは教科書の48ページに書かれているんですけれども、一応命題として書いておきました。政治連立一次方程式 AX イコール0の解の和やスカラー倍もまた解になってますよっていう性質ですね。で、これは実際に解を作って解をなんか持ってきて確かめてみればいいわけです。仮にですね、この x1 と x2 を方程式この 2.8 の解として c をスカラーとしましょうと。で、この時に x1 プラス x2 がこの方程式の解になってますかっていうことを実際に確かめるわけですね。そうすると、これ x1 プラス x2 に a をかけて0になってれば解になるんですけれども、これ行列の積の法則、分配法則使えばこれ0になるということが分かりますし、それから x1 のスカラー倍ですね、 c 倍の x1 っていうのもこれ行列 a をかけるとやはり0になるということが分かるので、やっぱりこれ x1 プラス x2 とかですね、 c 倍の x1 っていうのもこの方程式の解なんだなってことが確かめられます。はい、次に3つ目の性質ですね。これも48ページに書かれている性質で命題として書いておきました。
と、政治連立自治方程式 AX イコール0の、解の自由度が N マイナス R、すなわち、この R っていうのは、その拡大係数行列を階段、簡約階段行列に変形した時の階段の段数ですけれども、解の自由度が N マイナス R の時に、次の性質が成り立つというものです。一つ目は、線形独立な解が N マイナス R 個存在しますよと。でこの N マイナス R 個の線形独立な解のことを基本解と呼びます。で二つ目は、他の任意の解というのは、この基本解の線形結合として一時的に表されますよという性質があります。この2つの事実は、とりあえずここでは証明はないので、一応事実として覚えておいてください。で、例題に、教科書の例題 2.4 ですね、48ページに、その、政治連立自治方程式の基本解を1つ求めましょうという例題があります。これ一応皆さん各自後で解いていただくといいかと思うんですけれども、その補足をですね、ちょっとしておきます。一応回答にはですね、係数行列を行変形によって簡約階段行列になるするとこれこれになるから、アルファとベータを任意の数として、x1、x2、x3、x4 が、アルファプラス10ベータとか2アルファマイナス7ベータとかアルファとかベータになるって書いてあって、したがってその次にいきなりこれ A1 と A2 は基本解であるというふうに書かれてあるので、もしかすると最初見た時にはなんでこの A1 と A2 が出てきたかっていうのをちょっと戸惑う人がいるかなと思ってちょっとこういうふうに書いてみました。教科書でですね、アルファとベータを任意の数として解っていうのはこういうふうに表されますよっていうのをここまで書いてるんですけれども、これをもとに一応 x1、x2、x3、x4 っていうこの解のベクトルをこう作ってみると、こんなふうな形になるわけですね。そうするとこれ実はそのアルファ何かのベクトルのアルファ倍とあと何かのベクトルのベータ倍の和に分けることができるっていうふうに見れると思います。これ一応分けてみると、アルファ倍がかかってるのは1マイナス2、1、0っていうのがあるし、からベータ倍がかかっているのは10マイナス7で0、1ですね。こんなふうに分けることができると。そうすると、実はこの1マイナス2、1、0と、それから10マイナス7、0、1っていうのはそれぞれ基本解と呼ばれるものになるというものです。ですので、このようにして、その政治連立自治方程式の基本解が求められますよってことを押さえておいてください。はい。ここまででしょうか。それからですね、次の命題なんですけれども、実はこの次の命題は、これ、政治連立自治方程式の話題の中で、今日最後に出す命題なんですが、教科書にありません。教科書にないんですけど、他の教科書にいくつかには載っていまして、それから実際にこの政治連立自治方程式を解く現場では、よく出てくる話なので、一応、多分大事だと思いますので、載せておきます。ですので、皆さん、これから専門に進んでですね、ちょっと必要な時に見ておいてください。まず命題を述べます。連立一次方程式、これはですね、連立一次方程式が、まず AX イコール B ですね。これは政治連立一次方程式じゃなくて、普通の連立一次方程式を対象にします。でこれが解を持つと今仮定して、その解の一つを X0 とします。で、主張は2つあって、1つ目はですね、この方程式の任意の解に対して、任意の解 x に対して、この y イコール x マイナス x0 っていうのが、政治連立一次方程式ですね。これ、この ax イコール b の b を0にした、この ax イコール0の解になるっていうのは、ことがまず言えます。それからもう1つ言えるのは、この政治連立一次方程式ですね。この ax イコール b の b を0にした ax イコール0の任意の解を x1 としたときに、この解は必ず存在しますからね。政治連立一次方程式の解は必ず存在するから、その任意の解を x1 としたときに、この最初に見つけてきた解 x0 と x1 の和というのは、この元の方程式 ax イコール b の解になると言います。いうことがわかります。でこの時この2番が成り立つ時に、この解の x0 最初に見つけてきた解の x0 をこの方程式 x イコール b の特殊解と呼びまして、それから、
この2番で出てきたこの x0 プラス x1 という形の解を方程式 x プラス b の一般解とも呼びます。すみません、ちょっと証明はですね、ちょっと時間の都合でスキップ、しますけれども、一応この命題によってですね、その方程式 ax プラス b の一般解っていうのがですね、この、まあ、ax プラス、あ、x イコール b、ごめんなさい、ax イコール b の一般解っていうのが、ax イコール b の特殊解と、ax イコール0っていう正次連立式方程式の一般解の組み合わせですね。もう一回、もう少し細かく言うと、先ほどの基本解っていう言葉を使って言うと、この ax イコール b の特殊解と、それから ax イコール0、これは正次連立式方程式ですけど、ax イコール0の基本解の線形結合で表されるという事実があります。これ、もしかすると、それぞれの分野で使われるかもしれませんので、もし使われたときに、正次連立式方程式の、連立式方程式の基本解とか特殊解ってやりましたかって聞かれたときに、教科書に載っていなかったからって、やりませんでしたとは言わないようにしてください。一応、僕の授業では、やったことにしております。で、必要な人が使えるようにしておいてください。ここまででしょうか。